2年間しっかり乾かした薪ですね。だいぶ数が減ってきてしまいましたけど、なんとか今シーズンは持ちそうです。前回の動画でご紹介した今年の薪はこちら側になります。一度キャリーに入れてからお家の中に持って帰ります。だいぶ虫が入ってしまって粉が出てるんです。今年使い切りたい感じです。冬に切った木でもこんだけ虫が入ってしまっているところですね。この辺りにあるのは奈良とかカシの硬い木なんで、薪としてはなかなかいいのではないでしょうか。この溶接で作った台車のような薪台、薪を積むラック、これに薪を積んでいきます。積んでみたらそんなにいい薪ばっかりじゃなかったですね。口掛けのものも結構あります。やはり今年使い切った方が良さそうです。この薪用のラックも溶接で自分で作ったものなんですけど、なかなか自信作なんですよね。みたいな感じで太さ別に分けられるようになってますし、立体的に乾燥も早くなるんじゃないかと思います。10ミリの鉄筋でここに溶接してますね。反対側も同様です。下はこんな感じ。あんまり洗練されてはいないけど、もう一つの薪のラックは下にキャスターがついているので、先ほどお見せしたように積んでから運ぶことができます。こういった形で黒鉄のアングルとコンクリートを打つ時のファイヤーメッシュ、もともとはストーブガードに使ってたんですけど、子供小さい時の、それを転用して薪のラックにしています。